Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World. 点ようこそ2023年はファールンダーファーが伝え出されてから31周年にあたります5月8日から11日までカナダのオンタリオ州にある4つの都市がファールンダーファーをたたえ旗を掲げ市のシンボル建造物をライトアップする儀式を行い世界ファールンダーファーデーを祝いました今年 カナダではこれまでに20以上の都市がファールンダーファーデーのために旗を掲げました。毎年5月は世界中で人々がファールンダーファーが広まったことを祝う時期です。カナダ各地で世界ファールンダーファーデーを祝う旗揚げイベントが相次いで開催されました。市長、国会議員、市議員が現地に出席し、 旗揚げ式を主催し、3時の手紙を読み上げ、ファールンダーファーの月、日を宣言します。そして、ファールンダーファーが人々の道徳心を向上させ、世界に平和と幸福をもたらすことを称賛しています。ファールンゴン、またはファールンダーファーは、立皇子子によって創設された最高の仏家修練法です。 ファールンゴンの学習者は、真・善・忍の理念に従い、自己中心的な行動を修正し続け、より良い人間になるよう努めます。ファールンダーファーは1992年に中国で広まり、31年間で世界100カ国以上に普及しました。多くの人々がファールンダーファーの修練によって、 心身ともに恩恵を受けています。2023年5月11日、オンタリオ州ハミルトン市で旗揚げ式が行われ、5月13日の夜には市の象徴的な建物がカラフルにライトアップされ、世界ファールンダーファーデーを祝いました。その日、ハミルトン市の副市長であるエスター・ポールズ氏が旗揚げ式に出席し、 演説を行い、真・善、忍の理念を称賛しました。ポールズ氏は、今日はなぜこんなに素晴らしい朝なのでしょうか。天気がとても良いです。それは、あなたたちがここにいて、ファールンダーファーを代表しているからです。これはとても素晴らしいことです。ありがとうございます。弁護士、副市長として、 これは私たちにとって大変光栄なことです。と述べました。ポールズ氏は、ファールンダーファーは、真、善、人を指針とする修練方法です。私はその慈悲心、真実を愛しています。それが彼らのすべての意味です。今日、世界ファールンダーファーデーを祝うために、ハミルトン氏を含む世界中にある視聴者で、 旗を掲げることで、私たちの信仰の自由を強調します。と述べました。ポールズ氏は熱心なクリスチャンで、私たちがカナダで宗教の自由を持っていることに心から感謝しています。宗教の自由は、カナダ権利と自由憲章に体現されており、カナダの憲法は、市民が宗教信仰の自由、思想、 両親、意見、言論の自由を享受し、宗教的差別を受けずに、法的平等の保護を受ける権利を保障しています。これらの自由は、ファールンゴンを修練するすべてのカナダ人にも及びます。と述べました。オンタリオ州ハミルトン市の市会議員であるマイク・スパダフォラ氏は、カナダファールンダーファー学会に祝電を送り、 その中で、ファールンダーファーの真、善、人の価値観を称える機会を得られることに非常に感謝していますと賛美しています。今日の世界は紛争や格差が多すぎますが、ファールンダーファーのこれらの価値観から安らぎや変化への希望を見出すことができます。スパダフォラ氏は祝賀の中でこれらの価値観が カナダの日常生活にもたらされ、カナダがより平和で、より寛容で、より善良な社会になることに非常に感謝しています。と書いています。このイベントの主催者で、地元のファールンゴンの学習者のダニー・ハシは、ハミルトン市で世界ファールンダーファーデーの旗を掲げることができ、非常に嬉しく誇りに思います。と述べました。 ダニー氏はベトナム出身でハミルトン市に20年近く住んでおり地元で成功した起業家の一人で自分の食品工場を持っています2018年彼と妻がベトナムに帰省した際友人が彼にファールンゴンを紹介しそれ以来夫婦は修練の道を歩み始めましたダニー氏は以前私は多くの健康問題を抱え 様々な病気に苦しんでおり、家庭環境もよくありませんでした。ベトナムにいた頃も仏教を信仰していましたが、真の修行とはどういうものなのかがわかりませんでした。と述べています。ダニー氏は続けて、ファールンゴンを修練してから私の体からすべての病気が消え去り、健康な体を実感しました。2年後、 私は真の修練とは何かをより理解しました。それは真、善、忍の基準に従って人間として生きること。道徳心を向上させ他者のために生きることです。と述べています。ダニー氏はさらに、ファールンダーファーは私に自己向上の最善の方法を与えてくれました。それにより私は健康な体だけでなく、 幸せな家庭も手に入れ、人生の意味や目標、方向性を理解することができました。主婦に感謝し、ダーファーに感謝します。と述べています。ブロック町は、オンタリオ州中部にある、美しい田園地帯です。2023年5月10日の朝、ブロック町で、ファールンダーファーデーの旗揚げ式が行われました。 朝政府の財務長官であるフェルナンド・アマンダ氏が旗揚げ式を主催し3時を読み上げ2023年5月13日をブロック長ファールンダー・ファーデーと宣言しました当日ブロック長政府の各部門の責任者が全員出席しファールンダー・ファーデーの旗揚げ式に参加現場のファールンゴン学習者たちと交流し 会場は賑わいました。アマンダ氏は、ブロック町だけでなく、オンタリオ州、世界中において、このようなイベントを開催することは、非常に意義があります。と述べました。2023年5月8日の朝、オンタリオ州ケンブリッジ町で、盛大な世界ファールンダーファーデーの旗揚げ式が行われました。 天国楽団の演奏する美しい音楽の中で、ファールンダー・ファーデーの旗がケンブリッジ町政府広場に掲げられました。ケンブリッジ町はイギリス町長が色濃く残った美しい町で、日本のトヨタ自動車が工場を建設し、ケンブリッジ町をオンタリオ州の自動車製造業の重要な町の一つにしました。 オンタリオ州の衆議院であるブライアン・リデル氏は祝電で、カナダと世界中で善良さと寛容を推進するための継続的な努力に感謝しますと述べています。リデル氏は祝辞の中で、市政広場でお祝いの旗を掲げる際、ケンブリッジ地域の衆議院として、ファールンダーファー団体に心からの祝福を申し上げることができ、 非常に嬉しく思います。と述べています。2023年5月8日、オリリア市で旗揚げ式が行われました。同市では3年連続でファールンダーファーデーの旗揚げイベントが開催され、ファールンダーファーデーを祝い、ドン・マクラサック市長は2023年5月13日をオリリア市ファールンダーファーデーと宣言しました。 今年カナダでは20以上の市政府がファールンダーファーデーの旗揚げイベントを開催しました。同じくアメリカでは2023年5月12日、大ニューヨーク地域の一部のファールンゴンの学習者がニューヨークのマンハッタンに集まり盛大なパレードを開催し、ファールンダーファーが世界に広まって31年第24回、 世界ファールンダーファーデーをお祝いしました。以上の番組内容は、大紀元記者のイー・リンの報道から取材されました。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.